皆様、本日はボートレースを村にご来場いただきまして誠にありがとうございます。それではただいまよりスカパー、失礼しました、ルーキーシリーズ第22戦スカパー JLC 杯オール新入固定レース優勝者表彰式を行います。それでは見事優勝されました近江翔吾選手の登場です。皆様盛大な拍手でお迎えください。ありがとうございます。それでは表彰に移りたいと思います。まずはじめに表彰盾、副賞、局長賞が授与されます。プレゼンターは大村市ボートレース企業局局長馬場博之でございます。まずはじめに表彰盾の授与です。優勝登録第4643号近江翔吾殿、あなたはボートレース大村におけるスカパー JLC 杯ルーキーシリーズ第22戦において優勝されましたので、これを賞します。令和4年11月30日スカパー JSAT 株式会社並びに株式会社日本レジャーチャンネル代読です。おめでとうございます。続いて副賞の授与です。副賞は商品券3万円分が贈呈されます。また副賞金として賞金10万円が贈られますが、この場ではご紹介のみとさせていただきます。最後に大村市ボートレース企業局局長賞として大村市の特産品長崎和牛詰め合わせセットが贈呈されます。馬場局長ありがとうございました。続いて写真撮影を行います。近江選手には優勝盾をお持ちいただきましょう。ファンの皆様もご着席のままとはなりますが、喜びの表情をぜひカメラにお収めください。近江選手優勝戦はインカラのレースでございました。今年6回目、通算16回目、大村は前回戦に続く連覇となっております。優勝戦は好スタートから堂々の押し切りとなっております。よろしいでしょうか。ありがとうございました。次に大村市ボートレース企業局から花束の贈呈です。さあ、それでは早速優勝されました近江選手にお話を伺ってまいります。まずは優勝おめでとうございます。ありがとうございます。改めて優勝戦走り終えて今の気持ち聞かせてください。はい、ちゃんと逃げれてよかったと思います。はい、はい。まずはね、早速優勝戦振り返りたいんですが、今日はいい調整できましたか。そうですね、今節で一番いい調整ができたと思います。はい。その優勝戦インからスタートはコンマ10前後でございました。はい、気持ちよく行けました。もう起こしてからもフル出しで行けました。はい、はい。そして1マークは2号艇が握ってくる展開になりましたが、はい、落ち着けましたか。3だと思ったら2だったんで、はい、はい。まあ、でもはまることはないなと思ってたんで、うん、はい、やっぱり道中も仕上がりの良さは感じていたんでしょうか。いや、道中はもうちょっと乗り心地がずっと悪くて、まあ3号艇が結構伸びてくる感じだったので、はい、もう伸び寄りに調整して、はい、もう乗り心地とかちょっと無視して調整しました。はい、はい。後続艇を、ね、離しての優勝となりましたが、近江選手今年はヤングダービーを含め優勝6回でございます。今年を、ね、振り返るのは少し早いかもしれませんが、今年ここまでの歩みというのはどうお感じでしょうか。正直できすぎな感じはしますね。はい。そして大村に関しては前回戦に続いて連覇となりましたが、はい、大村は好きな水面ですか。もうはい、もう大好きです。今まであんまり良くなかったんですけど、すごい大好きになりました。はい、やはりファンの皆様の応援も力に。そうですね。はい。さあ、そしてね、近江選手12月その大好きと言ってくださった大村でグランプリシリーズへの参戦も決定いたしました。はい。SG 初参戦、そのあたりの気持ちというのはいかがなんでしょう。ちょっと気合い入れすぎるといつも空回りするんで、いつも通りやれることを、はい、一個ずつやっていこうと思います。はい。
直前にやはり大村を走ったというのはいいアドバンテージになりそうですか。そうですね、追加でたまたま、はい、来れたんで、はい、すごい調整面に関しては良かったと思います。はい、さあますますもっての、ね、活躍を期待したいところでございます。近江選手は次節12月4日から唐津での G1 戦に参戦予定となっております。そしてその後はグランプリシリーズ大村に帰ってきます。遅くまでこれだけたくさんの方が集まってくださいました。ファンの皆様へもう一言お願いいたします。遅くまで残っていただき本当にありがとうございます。次来た時もいいレースできるようにいっそいっそ全力で走ります。これからも応援よろしくお願いします。ありがとうございました。さあそれではこの時間をもちまして近江選手は退場となります。ぜひ温かい拍手でお送りください。近江選手おめでとうございました。